ウトサイドキックが多分、一人一人の武器になってくると思うから。チャオ、元プロサッカー選手の宮崎です。今日はアウトサイドキックについて、やっていきたいと思います。難しい技術だと思うんだよね、これってね。例えばアウトサイドキックで飛距離とかね、やっぱり出すには相当なね、ポイントがあるんですよ。じゃあこのポイントをね、今日はね、みんなにね、じっくり教えていきたいと思うから、まあよく見てください。飛距離出す前に、その前にやっぱ正確さすごい大事だから、アウトサイドってね。で、みんなやっぱ蹴るとこって分かってるかな。蹴るとこさ、前も言ったようにこのスイートスポット、ドリブルで使った時のね、スイートスポット、ここをやっぱり意識してください。これ本当すごい大事なんだけど、このスイートスポットね、ここを押し出してあげるような感じっていうんだけど、まあまずは正確に出すためには、このスイートスポットでちょっと押し出す練習してあげてください。いい？このスイートスポットで、まあキック全般に言えるのが、やっぱり同じとこでね、ちょっとしっかり当てれるっていうことがすごい大事。 OK？で、ほんと最初は 2m でもいいから、スイートスポットで押し出してあげる。スイートスポットじゃなくても、ここの小指から、ほんとこの小指じゃないな、中指から小指の間、3つのね、指のとこで、押してあげると、さらに、まあ、回転もかけやすくなったりね、強いボールが切れたりするんで、一つだけそれは覚えていてください。結構僕のね、結構特徴的なポイントかもしれないけど、僕って結構アウトサイドするときに、あの卓球、みんな知ってる卓球とか、スナップ効かして結構こうやって打っているんだけど、これ僕アウトサイド使うときにガチガチにこうやって固めてこうやって蹴ってるんじゃなくて、結構この足首のスナップね、活かしてポーンって蹴ってるの分かるかな、ポーンって。いい？この足首のスナップが強ければ強いほど、強いボールね、味方にパスすることができます。いいですか？別に弱くてもいいんだよ、けどスナップ効かせるだけでもパススピード相当上がるから。いい？あの卓球をね、あんまイメージ湧かない人、ちょっと卓球の選手のね、もう張本君でも何でもいいよね、ちょっとこうやってスナップ効かして手首で打ってる人いるから、それを足でやる感じ、これかな、こういう、これこういう動きかな、内から外、足首を内気に曲げてちょっと外に曲げる、こうやって最後に、ね、蹴るときは。そしたら蹴った時にやっぱり最後にグッて力入るんだよね。すねのとこにもすごい力入るね。アウトサイドで強いキック切りたい時はやっぱりこのね、スナップ効かせるっていうのが、まあ僕は結構蹴りやすいかなね。カジガチに固めちゃうと、あのその反動というかな、要はいつもさ、インステップとかもこうやって膝でパワー溜めて放出するようにさね、そういう蹴り方なんだけど、アウトサイドってなかなか溜めれないんだよね。うん、じゃあその時にどういう力を使うかっていうと、やっぱこのスナップを溜めて押し出してあげるっていうだけでも、今みたいに膝下曲げるっていう力と同じようなね、力作用ができるから、みんなもこれ意識してください。今日は今言ったポイントを元に、じゃあ飛距離伸ばしていきましょう。 OK？ で、飛距離伸ばす時はさすがにスナップだけじゃ絶対飛ばないから、スナップはだいたいこうやってグラインダーでボール出すときにやるね。で、左引きだからそうなんだけど、まあこのボールをね、まあ、真っ二つに割ってあげて、前に向いてるのスマイルね、スマイルマークのとこ、まあここら辺でボールをしっかり蹴ってあげるっていうのがポイントです。で、あと上に浮かしたいからスナップ効かせるんだけど、さらに上にこうやって足首、つま先上に上げる、それだけでやっぱボール浮くから、ちょっとこれ意識してください。まあ助走こんなぐらいで、あんな感じ。スナップ効かした時とは違って、体重よく見てね。スナップ効かした時は体重前にこうやってちょっと行ったんだけど、飛距離伸ばしたい時は最後上に蹴り上げる感じするから、前じゃなくてちょっと後ろ気味になる。いい？これやっぱね、体のね、使い方めちゃくちゃ大事なんだよ。体少し後ろに残すっていうのをイメージしながらスナップ効かせて持ち上げる。 OK？ この動作をするだけでも飛距離ガンって伸びるから。 OK？ こんな感じ。あと一つ、なんでこの、左のアウト蹴った方がいいかっていうと、メッシとかよく右サイドでプレーしてる、左利きね、例えば追い込まれたら何？やっぱりドリブルだったり
まあ、パスだったり選択肢あるけど、まあ、クロスっていう選択肢、右足でクロスっていうのは、まあ、メッシとかね、ディマリアとか全然もうないわけだけど、左足で上げることによって、まあ、クロスできる。で、あと一つのポイントは、さっきのさ、いろんなキックあるんだけど、飛ぶキックとか結構モーションでかくなっちゃうんだよ。いい？けどこの場合もワンステップで、例えばこのワンステップで今みたいなボール蹴れると、やっぱ相手って構えて蹴られるよりも急に蹴られた方がやっぱ反応しづらい。 OK？ 反応しづらいから、例えば1対1してます、あ、何すんのかな、だけど急にこうやってキックされたらやっぱ難しい、対応できない。 OK？ だからこのアウトサイドキックはやっぱりモーションが少ない、だからこそ結構有効なんだと思う。 OK？ ね、やっぱりね、飛距離飛ばすことによって今みたいなプレーの選択肢も広がるから、別に左利きの選手が右サイドで追い込まれたらもうアウトとかじゃなくて、いい？クロスもあるよ、ドリブルもできるよ、パスもできるよっていうと、やっぱりプレイヤーとしての選択肢っていうのはすごいあると思うから、まあこういうことをね、気にしながらやってみてください。飛ばすとき、特に、ね、さっきも言ったけど、あそこで右サイドね、でやっぱりモーションないと、モーションないからこそ、やっぱりこのアウトサイドキックで飛距離出すときってすごい、あのね、効果的なんだよ。だからそのできる人はワンステップでこうやって当てたりとか、センタリングじゃなくても、あのディフェンスの裏を越えたいときとかね、キックするときに今みたいにさ、全然できるし、あとはもうサイドチェンジ、ちょっとドリブルしながらでもサイドチェンジでも全然できるし、使い方はやっぱいろいろある。センタリングだったりサイドチェンジだったり、裏にちょっと抜かすボールだったり、こうやってね、いっぱいあるけど、けどやっぱりコンパクトに蹴れる、よりこの、ホップするキックよりもよりコンパクトに蹴れるっていうのがこのアウトサイドの特徴だから、まあね、これを習得すればかなりプレーの幅広がると思うからね、まあ難しいけどチャレンジして習得してみてください。小学生とか多分このアウトサイドキックで結構飛距離出すの難しいと思うんだけど、フォームっていうのがすごい大事だから、じゃあそのスナップを効かせるってことは、別にね、筋肉が今ないでも別にフォームがしっかりしてれば、じゃあ筋肉がついた時にやっぱそれって飛距離に伸びると思うんだよね。いい？じゃあその足首のスナップっていう練習、内から外、これこういう練習、まあお風呂場でもできるんだけど、これが早く動かせるとやっぱり正確というかね、小さい力でボールを強く飛ばすことができると思うから、筋肉あるない、まあ、関係なくこのフォームっていうのがすごい大事だから、まあそれをやることによってアウトサイドキックが多分、一人一人の武器になってくると思うから、ピッチ上ではこうやって今みたいにスナップ効かしてボールを扱うね、でやっぱり筋肉がついてくるとそれだけやっぱり飛距離がどんどん出てくるからね、まあそこは全然心配しなくていいことだと思うし、まずは正確にやっぱ相手にしっかりアウトサイドでパスするっていうのがめちゃくちゃ大事なことだから、まあみんなもね、それは意識してやってみてください。ご視聴ありがとうございます。この動画を気に入ってくれたら、チャンネル登録、高評価の方よろしくお願いします。